写真拡大。ヤクルトの5年目左腕高橋が6日1軍に合流。9日の中日高津監督は先発が試合を作ることだと思いますと、7日からのビジター15連戦に向け先発投手陣の奮闘を期待。開幕ローテ入りを逃した高橋も悔しさを胸に腕を振る。